塩川干潟は愛知県豊橋市と田原市にまたがる三河湾の干潟である。中部地方で最大規模の干潟で日本有数の渡り鳥の平市として知られている。三河湾の南東端の厚見半島の付け根の田原湾に位置し、砂泥室の自然干潟である。以前は漁業が盛んな地域で昭和30年代までは2000ヘクタールほどの干潟の面積があったが、 周辺の埋め立て地の開発により280ヘクタールほどまで縮小した。愛知県の参加校計画で埋め立てによる消滅の可能性があったが、1975年に塩川干潟を守る会が結成され干潟の保護活動が行われた。その後計画が見直され、名古屋港の藤前干潟と同様に広い干潟が残されている。 南西方向から流れ込む塩川などの川口域に、位置市、田原市東部の塩川河口から、豊橋市南西部の杉山地区にかけて広がる。周辺には、うなぎ養殖場などの埋め立て地があり、日形の北側には、埋め立て地を東西に結ぶ愛知県道2号豊橋、厚見線の三角高大橋がかかる。日形の北端の三角高大橋、北側の東西両岸は、 埋め立て地の工業団地となっている。江戸時代には多くの魚介類が産出され、串アサリなどが名産であった。戦時中の昭和10年代には、梅田川の川口沖を埋め立てて、豊橋海軍航空隊の基地が建設され、1943年に開け隊された。1961年から愛知県により豊橋港と臨海工業団地の造成が開始された。 埋め立てられた造成地は1972年11月に田原町で緑が浜が設定され、1973年5月に豊橋市で明海町が設定された。これらの塩川干潟の北側の臨海埋め立て地をつなぐ産業道路として、1982年に三河湾大橋が完成した。1972年から始まった。 塩川干潟保存運動などによって当初予定されていた塩川干潟の全面埋め立て計画は現在の塩川川口部の280ヘクタールを残して中止された。2001年12月に環境省により塩川干潟を含む三河湾が日本の重要湿地500に選定された。田原市では2009年に塩川干潟フォートコンテストが開催された。 潮川干潟付近の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成東側から望む潮川干潟、対岸には、ザオウ三河港の平均満潮位は約2.3メートルで、満潮時にはほぼ全域が海となり、干潮時にはほぼ全域が露出する。北西端の田原市の緑が浜公園などには、ハゼ釣りや潮干狩りで干潟に訪れる人がある。2000年に、 豊橋市と田原市により、日型の環境保全などを目的に、塩川日型保全検討会議が設立され、塩川日型保全連絡会が設立されている。流域の河川と海岸線には、防潮堤道路が付設されていて、周囲には多数の排水施設が設置されている。周辺では、日型の自然観察会が開催されている。塩川日型は、 重量禁止区域の指定を受けている。蝶類塩川干潟では1993年6月1日までに18目47か246種の野鳥が記録されている。春と秋には、シギ類と千鳥リ類、冬にはカモ類などの多数の渡り鳥が飛来し、多くのバードウォッチャーが野鳥観察に訪れる。大前の越冬群と浜式の越冬群が、 愛知県のレッドリストで地域個体群の指定を受けている。訂生動物5回、貝、カニなど108種ほどの訂生生物の生息が確認されていて、湾内の水質浄化の役割を果たしている。西側には5回類が多く、東側に貝類が多い。貝類は豊富であるが、揚げ巻は三河港大橋建設時の頃に絶滅したと考えられていて、 愛知のレッドリストで絶滅の指定を受けている。かつて日形に生息していたハイガイも愛知県内では絶滅した。オカミミガイの健全な個体群は愛知県では塩川日形のみに現存していて愛知県で絶滅危惧アイビー類の指定を受け絶滅が危惧されている。カニやゴカイ類などは渡り鳥などの餌となっている。植物シバナ、ウラ肉とハマボウ、 浜松ヨシなどが分布している。九百三十五年頃には、木と呼ばれるアマモル岩が日形一面に生育していたが、九百七十年までに絶滅したとされていた。二千十年四月十五日に一株のみのアマモの原尊が日形内で確認された。二千十二年二月二十八日に外来種である三株のイネ菓、スパルティナアルテルニフロラの生育が、 塩川河口域で確認され、その後と与橋市立小南中学校の生徒らによって駆除作業が行われた。北西端の緑が浜公園から望む満潮時の塩川日潟日潟に流れ込む塩川下流部、右岸に田原市中央公園南側から望む干潮時の塩川日潟田原湾の北西側にはトヨタ、自動車田原工場などの工業団地の埋め立て地。 北東側には埋め立て地の工業団地がある。田原市川の内陸部は愛知県の厚見半島県立自然公園に指定されている。以下の河川が日潟へ流れ込み、その集水域となっている。各河川にはコンクリートによる堤防が作られている。塩川の下流部の戦争橋の環境基準点では水質の監視測定が行われて BOD などの値が 環境基準を満たしておらず、水質に課題がある。日潟に流入する有機物の堆積物などにより西側ほど COD 値が高い傾向にある。日潟の東南西の田原湾沿いには、膨張堤道路が付設されていて、散策して日潟を観察することができる。ありがとうございます。